グーデンターキー秘密講どうもこうです。今日はコラボ動画でおっぱだくんを呼んでます。ことです。で、僕からじゃあ彼の自己紹介をしようと思います。お願いします。おっぱだくんは、2018年3月に実は僕と同じでドイツに来てたことがあって、3ヶ月ぐらいドイツに住んでたっていう経験をしてます。留学でしたっけ？留学で行ってたの？そう、留学で。そうだよね。で、留学で。研究みたいな形で来てました。そうですよね。研究で来てたみたいです。で、今は2020年になって、から、農家で農業やられてる感じですよね。うん、畑でクラフってます。ああ、そうそう。そう。で、それをきっかけに、なんか農業っていうのってあんまりみんなにとって身近じゃないから、いろんな人に農業とか農家について伝えたいなってことで、僕みたいに YouTube を、始めて、で、いろんな人に配信をしてるっていう感じですよね、今。そんな感じですね、うんうんうん。まあ、ちょこちょこ動画出してる感じです。ですよね。そう。それで、彼の動画では、彼自身なんか野菜ソムリエとかも持ってるみたいで、野菜のことについて、この野菜ってのはどんな風に作るのとかを動画で撮ったりとか、うんうん、実際にどうやって食べるのっていう、どうやって美味しく食べれるのみたいなところを動画撮ったりしてるらしいので、ぜひ、野菜に興味ある方は、パタ君の方のチャンネルも見てください。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、おっぱだくんの自己紹介、そんな感じで、じゃあ、なんで今日、このおっぱだくんを僕が呼んで、ぜひコラボしようっていう話になったかっていうと、実は僕がドイツに来て、一番疑問に思ったのが、なんか変な野菜多いなっていうのを思って、なんか、いびつだったりですよね、そう、いびつだったり、なんか色が変だったりとか、なんか、どうやって食べんのみたいなことを思ったりとかしたんで、なんか、特になんか変だな、みたいな感じで思った3種類の野菜を今日持ってきて、なんか野菜のこと聞けたらなと思ってます。で、おっぱだくんの方のチャンネルでもコラボしてて、おっぱだくんの方のチャンネルでは、野菜いろいろ売ってると思うんですけど、実際日本とドイツとか EU と比べるとどっちが安かったりするのかな、みたいな、比較動画みたいなの撮ってるので、どっちが安いのって疑問に思う方はぜひ、概要欄に、なんだろうな、コラボしてる動画、おっぱだくんの方のチャンネルのリンクを貼ってるので、ぜひ見に行ってください。じゃあ、1個目からいきます。うんうん、最初に気になるのが、これです。これ、じゃん。日本じゃ見ない。そう、全然見ないし、なんか、うん？みたいな、どっから切ったらいいのみたいな感じですごい謎だったし、買うの怖かったんですけど、今日このコラボがあったおかげで、食べ方もきっと教えてくれるのかなと思って、無理に持ってきました。はい、名前とかも後で教えてください。はい、で、もう一個が、これかな？これ。モンスターみたいなやつ。そう、なんか、めちゃくちゃゴツゴツしてて、ぶっちゃけ気持ち悪い野菜。絶対日本じゃ見たことない。そう。野菜というよりも岩みたいな感じの。そう。謎だよね、これ、本当に。っていうやつ。でもう一個が、スーパーに置いてあったんだけど、なんか最近売り切れちゃってて、あら。ひょうたん型のクリーム色の野菜。なんかこうつるっとした感じの。あ、そう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 、多分そうです。多分わかります、それも。あ、わかりますか。あ、よかったよかった。じゃあバターナッツかぼちゃじゃないかなと思うんで。あ、わかんないけどバターナッツかぼちゃ話していきます。あ、わかりました。なんかそれは今聞いたんで、Google で検索してここら辺に貼っとくんで、バターナッツかぼちゃをここでこれですね。はい、っていう感じで、じゃあ一個一個聞いていきます。じゃあ最初のやつ、これこれね、これ何ですか？なんだろう、これ。なんだと。実はね、これ、人参の仲間で、フェンネルってやつなの。へぇ、人参？人参に、人参の、いつも地上に出てる葉っぱの部分を巨大化させたみたいな感じの。あ、ここから下が、人参？人参。だと思うんだけど、生えてるとこはどうなってんだろう。多分下根っこだと思う、それ。人参みたいなのが生えてるわけじゃなくて、下はなんかわしゃわしゃしたヒゲねみたいな感じじゃないかなと。なるほど。でも、うん、だからこれが結構その形はあれだけど上の部分っていう感じ。そう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 。あ、そうなんだ。じゃあここが下ではなくて、ここが上ぐらいな感じであってる、う
そうそう、そこが地上に出てくる。あ、そうなんだ。すげえ面白い。こうなってるイメージだ。そう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 。めっちゃ勉強になる。そうそう。玉ねぎみたいな感じで食べるって感じかな、それ。なるほどね。なんか見た目の通りなんですね、それは。ロッコみたいになってるから、茎が。それを抜いたりして。切ったら、なんか、玉ねぎほど詰まってないけど、なんか、鱗が重なってる状態みたいになってると思うから。うん。それをね、切ってもらって、食べてもらえたらいいかなと思います。ああ、わかりました。玉ねぎか。まあなんか、あの、喋りながら、この辺に僕が切ってる動画も、じゃあちょっと貼っとき、貼ってきますか。みんな見てください。え、ちなみに、調理方法とかは、同じように。なんか、ね、なんか結構すごい、フェンネルって、香水というか、なんだろう、香りが強くて、うん、爽やかで甘い匂いみたいな。嗅いでみて分かるかな、嗅いでみて一回。ああ、セリカっぽい匂いするかな。分かんない。しない。しないか。鼻がおかしくなってるかも。ね、本当するらしいんだけど、なんか魚料理とか、しかしか切ったら匂うのかな、うん、もよい。あ、かもしれない。うんうんうん。なんかサラダにしてもらってもいいし、うん、シャキシャキ食感だからそれを残すように、まあ、ある程度のサイズで切ってもらったら多分美味しく食べれると思う。へえ。じゃあ生で食べれる。生でも食べれる。生でいけると思う。あ、そうなんだ。うん。すげえ。ちょっとじゃあ生とあの煮込み料理、あのな何かスープとかみたいなところに入れてみたりとかして食べてみます。やってみてください。わ、いいですね。2種類あるらしくて、そのフェンネル、ほうほうほう、今多分持ってるのがこのフローレンスフェンネルっていう、なんか食べる方のフェンネルで、はいはいはい、でハーブとして使う方のフェンネルもあって、それスイートフェンネルってやつもある。見た目結構違うんですか、それは。そのね、食べる方の今持ってるフェンネルは茎が肥大化してるんだけど、そうだね、そのスイートフェンネルっていうハーブに使うやつはもっと人参の葉っぱみたいな感じになってる。あー、なるほど。それを魚料理の上にちょこんって置いて焼くと臭み取れたりとか。あー、よく見るやつですか。そうそうそう、イタリア料理とかフランス料理とかで、はい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 、はいはいはい、あれはフェンネル、なんだっけ、何フェンネルだっけ、スイートフェンネルってやつ。そうか、スイートフェンネル。で、これが、それがフローレンスフェンネル。フローレンスフェンネル、すげえ。フローレンスっていうのは、フランス語で、なんかフィレンツェって意味らしい。フィレンツェ、おしゃれ。すげえおしゃれ。うん、フィレンツェ、フィレンツェフェンネルを今僕が持ってるわけですね、じゃあ。そうそうそう。形面白い。面白い、本当に。多分これ動画でも伝わってると思うけど、実際生で見ると本当に、あの、多分今日のきっかけないと手出して買わない野菜だなと思います。なんか怖すぎて。俺も見た時絶対手出せなかったもん、そういうの。あ、やっぱそうっすよね。全然出せん。なんか無難に玉ねぎとか買っちゃうけど、うんうんうん、今日はこれ買って食べるの楽しみです。ちなみに値段が、あの、僕のスーパーなんですけど、うん、0.9 ユーロだったんで、これ味気に入ったらバカ安いなって思ってます。サイズ結構大きいし。そうそうそう。いい、うん。でも玉ねぎが、あの、1キロでもっと安い買ったりするんで、まあそれはおっぱだくんの方のチャンネルでもしかしたら話さなかったりする。多分話したり話さなかったりするかもしれないけど、はい。そんな感じですね。じゃあ次行こう。はい。次が、まだ実物あるやつにしよう。これ。じゃじゃん。出た。改めて気持ち悪いっすね。山使いみたいなやつね。そう、でこれがあのね、セロリアックっていうやつで。セロリアック、一言で表すとセロリよりも食べやすいセロリの根っこみたいな。略したな。え、これセロリなんですか。セロリの根っこなんですよ、実は。セロリの根っこもわけわからなくなってきた。さっきのが人参の上の部分で、これはセロリの下の部分。そうそうそう。なるほど。普通のセロリってそんなに大きくないと思うんだけど、根っこの部分が、まあ、それは根っこを肥大化するようになった品種改良してったみたいな感じだと思う。ああ、そうなんだ。じゃあもともとこんなものは存在しない。ああ、でもね、なんかセロリってまだそんなに栽培技術が確立されてないから、自然発生の可能性も結構あると思う。
なるほど。じゃあ品種改良のつもりはなかったけど、なんかこう改良を勝手にされてこんなものが出来上がったらセロリより食べやすくてよくねってなったの。見た目やばいけど、見た目やばい、これこそ手出せるね、絶対買わないよ。なんかこういうの気持ち悪くて見れない人とか多分世の中いると思うんで、うん、本当この瞬間は全然スキップしてくださいガンガンスキップしてください。なるほど。これじゃあ聞きたいのが、うん、じゃあまあ食べやすいとはいえ、なんかどうやって調理したらいいかなっていうのを教えてほしい。もう簡単にね、なんか割と肉質は秘密ってギュッとしてて、うん、割と大根みたいなやつで使えると思うのね、うん、はいはいはい。だから人参とかの根菜類と一緒にスープにしたら食べやすいかなと思う。なるほど。じゃあ湯がく感じ、湯がくというかお湯で、そうそうそう、煮てあげたりとかしたら美味しい。なんかじゃ あ, これは生で食べるよりは根菜だから硬いからやっぱ 火通したりとか。でも生でも食えるって。えマジ、生でも食えて、千切りとかにして上になんか塩コショウかけて普通に食えるらしい。マジ、大根感じなのかなあ、確かに大根おろしもあるし、大根のスライスみたいなのもあるし、うん、そうそうそう。でも俺これ生で食う言うえ、じゃあ剥くけど外は剥いて。もちろんもちろん生で食うのちょっと怖いよね。怖い。でもそっか、これ根っこだと思うとこうなってんのかな。なんか根っこってこううにょうにょうにょってなってるところの、そうそうそう、この下の部分だと思ったら、うん、芽みたいなやつ全部多分根っこだと思う。この辺多分ネットでセロリアックって検索してもらうともっとワシャワシャしたら出てくる。あ、そうなんや。じゃあこれそれに気が入ってるんですよ。そうそうそう。あ、なるほど。じゃあそれは各自で見てくださいここに載せると気持ち悪すぎてちょっと嫌がる人はいる気がするので自己責任でセロリアック多分概要欄に猫がウニョウニョウニョってなってる方を貼るんでクリックしてみてください。あとちなみにね、セロリアックとか多分、うん、なんか白いんだけど、リンゴと同じでそのままにしとくと変色しちゃうから、一回レモン水とかなんかお酢とかに一回さっとさらしてあげると多分変色しないかなって思う。まあめっちゃいい情報。やったことないけど酸化防止してるわけです。そうそうそう、 OK です。それは絶対します。それか一日で食べきっちゃういいな。いやでもこの量は無理かな。うん、レモンちょうどあるんで試してみて結果伝えるわ普通に。教えてほしい。味とかも聞きたいし、はい、日本もね高いんですごい。あ、売ってんのこれ。なんか一応一回楽天で調べたことあるけど、はい、1個1500円ぐらいするからちょっと待って俺気軽に買ったけどこんな気軽に買うものじゃないですねこれ。そうね、あんまり多分日本で生産してなくて、なんか栽培自体も難しいらしいんだよね、セロリ系って難しいんだよ。本当こっちだからかもしれないけどゴロゴロ転がってますこれ土地柄が。 こんなディスったけど人によってはお前何言ってんねんぐらい貴重なものなんですねこれ。あ、申し訳ございませんでした見た目で決めちゃいけないですね世の中に。やっぱり本当見てあげないと中身が大事。なんか多分ツルッとしてるから白い美しいものが見れる。まあ楽しみです。じゃあそれはベッドスープにしてみてください。スープにして食べてみます。で最後申し訳ないんだけど動画がなくて、動画じゃねえわ、実物がなくて、何でしたっけ、バターナッツカボチャ型のバターナッツカボチャ、そうぜひなんかもらったやつね。あ、そうそう、なんか貼ります画像。そう、もう一回貼るけどこの辺ずっと貼られてると思う。今貼っといて、ちょっとずっと貼られてるんで、どっかというとこの辺でね、バター使うじゃんね。なんか普通のカボチャと比べて皮薄くて扱いやすいのよ、うん、普通のカボチャ結構なんかガチガチなイメージあるけど、綺麗な、バター使うと割と柔らかい感じ。で、名前の通りになんかバターとかナッツの風味があって、で中はホクホク系じゃなくてねっとりした感じ。やばい、美味しい。カ
買えばよかった。買えば、なんか、実はあの、スーパーで見てたから、これ、普通に質問してると思うんですけど、あの、なんか急に売られなくなったんで、本当に、うん、多分、美味しいから売り切れも早いのかなと思っちゃう。旬もあるかもしれない。ああ、なるほど。時期的に分かります？なんか、9月から11月ぐらいかな。が、まあ、大体取れる時期で。かぼちゃだから保存効くから、まあ、結構長い間出荷はできるけど、春にはないかもしれない。なるほど。じゃあちょうど僕が見たのも3月ぐらいだったって、4月を機に急にポンってなくなったのかもしれない。あー、なるほどな。うわー、買っとけばよかった。で、ね、で割とね、日本でも最近流行ってるから、日本帰ってきてからでも食べるよ。日本だと年がら年中売ってる、うん、いやー、年がら年中売ってないし、そもそも扱ってるお店はまだ少ないかな。ちょっとずつバターナッツかぼちゃブーム来てるけど、取り寄せるとか直売所行って買わないとまだ手に入んないかなって感じ。国内生産してるってこと？そう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 、うちも作って。そうなんだ。バターナッツ栽培してる。おお、バター農園のバターナッツ動画ぜひ撮ってください。それは僕 見たいんで。どうやってできてるのか。今この前畑に植えてきて、苗作って。撮った？撮った撮った。ああ、じゃあ、はい、写真にしてインスタにアップした。おお、いいっすね。じゃあ、おっぱだくんのインスタグラムであのその写真を確認してください。お願いします。いいっすね。あ、そうなんだ。で、じゃあ具体的にそれってどうやって食べればいいのかみたいな。だから今までのフェンネルとか。セロリアック、あれに比べたら、そう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 、だいぶ食べやすいと思う。ああ、そうなんだ。まあ、むしろカボチャの形、むしろやっぱこいつは食べにくい。あんま馴染みないよ。うん、ないない。食べやすい。カボチャ？うん、カボチャ、カボチャだからさ、やっぱカボチャの形あるじゃん。はいはい、食べやすい。あ、確かに。例えばなんだろう、カボチャ可愛い形してるから、その形生かして全部くり抜いて。でそのままグラタンにしてあげるとかでもいいし。グラタンにできるんだ。うー、いいな。なんか結構ねっとり系だし、甘みもあるし、風味結構強いから美味しいと思う。グラタンってことは、レンジとかオーブンに入れる感じ？あ、そう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 。一回かぼちゃがあって、半分に、縦には半分にこう切って、パカッと切って、一回全部くり抜いて、で作りねえって言ったやつでネタ作って、戻してホワイトソースかけてチーズかけて、多分オーブン入れたら美味しいの作れると思う。めちゃめちゃ美味しそう。ちょっと待って、本当に買いたかった。あとかぼちゃ切るときはなんか普通のかぼちゃよりも安定しない形状だから、ちょっと気をつけて。ほうほうほう。なんでしょうか、ゴロゴロゴロってなる。そうそう、ゴロ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 って転がっちゃうから、ちゃんと押さえて一回端っこ切ってから電子レンジで加熱して、柔らかくなってから多分切った方がいいと思う。はあ、なるほど、いいこと聞いた、うん、じゃあそれでやろう。なるほどね。じゃあ先にホワイトソースとかでやっちゃうと、上がめっちゃ早く加熱されて下が全然みたいなことが発生しやすい。からかぼちゃを先にある程度加熱してからの方が安心かな。まあそれはいいと思う。あ、OK です。ちょっとまあそれはそうです。それはあのこっちで工夫して見つけた時にやってみます。今回は3種類1個ないんですけど、フェンネルとグレーテルではなくて、なんだっけ、セロリアック。フェンネルとグレーテルみたいになってます。俺ずっとフェンネルっていうのもそうなっちゃいそうと思う。フェンネルとセロリアックと、バターナッツかぼちゃについて、野菜ソムリエのおっぱだくんに質問攻めしました。おかげでこれは生で食べれるよとか、まあこれもなんだけど、生で食べれて、でこれとかこれとか煮たりとかすると美味しいし、バターナッツかぼちゃの場合、今手元にないけど、あのグラタンみたいなのができるよっていうのを聞いたので、あの、ドイツの怖い野菜が1個でも減りましたっていうのが僕にとって嬉しいし、多分この動画を見てくれてる人の多くはドイツに実際に住んでる人とか、これから住みたいとか、そういう人が多いので、
なんか実際にスーパーで見たら、あれのことじゃんって思うと思うので、この動画すごい良かったかなと思います。はい、ありがとうございます。最後におっぱだくんから何かあれば、好きなことあれば、特になければこれで終わります。おっぱだ農園のチャンネルコラボしてるんで、よかったら見てね。はい、ありがとうございます。じゃあおっぱだくんの方のチャンネルでもまたお会いしましょう。じゃあこれで動画を終わります。チュース。そういう感じじゃん。バイバイ。バイバイ。